デアロックスオリジナル、ゴールドワッサーゴールドワッサー、もしくはグダニスカウォッカとは、約20種のハーブと香辛料、そして金粉を使用したアルコール度数38%以上の薬用種で、16世紀のオランダ移民によって考え出された。この薬用種の愛飲者には、ロシアの女帝エカチェリーナ2世や皇帝ピョートル1世、フランス王ルイ14世などがいる。 オランダでライアーでのプロテスタントの迫害から逃れ、アンブロシウス・ベルモロンがグダニスクに移り住んだのが1598年7月6日である。彼の一家が唯一持ってた資産が薬用酒のレシピであった。その中にはゴールドアッサーのレシピも含まれていた。18世紀まで有名ではなかったが、1704年からテイスティングルーム兼レストランでアロックスを開業し、 商人と提携することによって、ブランドが確立した。第二次世界大戦の終結後、各所で作られるようになったが、デアロックスのオリジナルは、ドイツ・ニルテン・ハルゲンベルクの会社ハーデン・ウィルセン、AG によって製造されている。ありがとうございます。